ジョン・トーマス・サリーは NBA の元バスケットボール選手。異なる3つのチームでチャンピオンリングを獲得した初めての選手である。サリーはニューヨーク市に生まれ、ブルックリンにある地元の高校を卒業した後、ジョージア工科大学に進学する。同校ではブロックショットの記録を塗り替える活躍を見せた。彼のつけた背番号22は永久欠番となっている。 1986年のドラフトにおいて一巡目でデトロイトピストンズに指名される。ピストンズではバッドボーイズの一員として2連覇に貢献。当時のピストンズはダーティーな印象が強いが、サリーの場合はそのイメージとは少し異なり、師匠と慕っているエイドリアン・ダントリーにコート外での振る舞いを教わるなど紳士的な側面を持っていた。 1992年にトレードでマイアミヒートに移籍するも、その後、エクスパンションドラフトの煽りを受けて95年に新設されたトロントラプターズへと移籍する。しかしトロントでは短期間しかプレーせず、シカゴブルズに加入。マイケル・ジョーダンラスター選手の活躍もあり、ブルズはこのシーズン72勝を達成。プレーオフでも圧倒的な力を見せ、 サリーは三つ目のリングを獲得する。シーズン終了後、表舞台から身を退くことを表明するも、一時的にギリシャのパナシナイコスでプレーした。約三年のブランクの後、ロサンゼルスレイカーズに加入。レイカーズでは際立った活躍を見せることはなかったものの、ロスターには残り、2000年に四度目の優勝を経験する。これによりサリーは、 三つの異なるチームで優勝を経験した初の選手となった。後に、ロバート・オーリーも異なる三チームでチャンピオンとなり、現在は、レブロンとグリーンを含む四人のみである。ありがとうございます。